地戸神社は、東京都千代田区九段にある神社である。通称、地戸明神。創建時の祭神、平野正門にちなみ、武勇長級の神社として親しまれ、千代田区北の丸公園にある、日本武道館の氏神でもある。毎年正月に授与される勝森は有名。現在は、天神彦美寺、諸村を主催神とし、平野正門、菅原道真を廃止する。 江戸時代の文献によると、当社内には、平野正門の首そのものが安置されていたと言われ、数ある、正門ゆかりの社地の中で、正門信仰の象徴的神社となっていた。明治に、京武将の指示により正門は愛殿に格下げされ、現在は、天神彦美寺、諸尊が、当社の主催神となっている。 戦災で当社が消失するまで、正門の首を収めたという首をけ、正門の肖像が、木造の側帯座像等が写法として伝わっていた。昭和20年4月、戦災により、社殿と共に、それらは消失し、現在は一部の写真が残るのみである。廃殿の装飾や絵馬などには、友江門の他平の正門にちなんだつなぎ馬の門が使用されている。これは、 神社境内にある、天水よけの彫刻を模したもので、畜度神社の登録商標である、東京都千代田区九段北1の14の21、ありがとうございます。